足立です。いやめっちゃなんかすごい声が通った気がするけど通ってませんよね。最近朝に動画を撮りすぎてちょっともう朝活芸人みたいになっちゃってきてるんですけど、全然朝活芸人じゃないので、なぜならオールしてるから。なんでオールしてんのって話はまあこれからまだすることにして、とりあえず今日は朝ごはんを食べたいなっていう気持ちしかなく、本当に朝ごはん食べてないんだよね。なぜかっていうと、もう起きたら夕方だから。起きたら夕方だから、もう全く朝ごはん食べず、もう夜ごはんしか食べない生活してたんだけど、朝ごはん食べようと思って、そういえば朝ごはん食べてーぜ。人生で朝ごはん食べてなかったらなんか損してる気がするじゃん。せんけど、するじゃん。だから買ってきました、朝ごはん。なんだっけ、温泉卵？ゆで卵？温泉卵。何が違うんだよ。なんかね、もうグリルチキンなんかもね、グリルチキン。見てこれ、もう本当に見てこの、おしゃれすげーみたいなやつ。15品目の昆布サラダだって。これ、食べたいと思います。あと、モンスターエナジー。モンスターエナジー飲まないと眠くなっちゃうんだよね。なんでオールしてんだってなってんだけど、まあ、いろいろあって、とかもう本当に眠れないんだよね。不眠症な。これだけ2列置いてあった。健康的な朝だな。なんかサムネって最近大事だなと思ってきたから、サムネはちゃんとしたいけども、サムネがめんどくさいからもいい。店員さん、ここにさ、スプーンで食べるって書いてあるじゃないの。どうしてお箸なの？店員だったら、そういうとこはちゃんと確認して。いやね、バイトだったら別にいいんだよ。君さ、社員だよね。社員だったら、バイトに手本を見せられるような仕事しろよ。言いたいけど、まあ許すよ。夏だね、本当にもう。何か食べようって、グリルチキン食べたいから、グリルチキンか食べていい？ダメですって言われても食べるんですけどね、別に。来てるよ、これ、レジ袋で開かないやつが。レジ袋じゃないけど。いつもさ、自分ダイソー行った時さ、なんていうの、ダイソー行った時さ、自分で入れるじゃん。まあ、レジ袋入れる、自分で入れるとこ自分で入れるじゃん。自分で入れるとこさ、マジでさ、この、開かないんよ。レジ袋、マジで気まずい。いっぱい人おる時に、それやなっちゃうから。それ本当にやめてほしい。うわ、なんで七味買ったんだろうね、自分。七味風味を。絶対臭いし、絶対臭い。いただきます。いや、初めて食べるんだけどさ、どんな味なんだろうね。うん、なんか、あんまり好きじゃない。あ、うん。うん。これが、まあ、うん。自分の口に合わない。うん、これが、まあ、家とか実家とかでお母さんに、チキンだよって出されたら、出されて、まあ、食べたとしたら、あげるって言うね。まあ、さ、結構な、お味で、ちょっと、うん。ね、伝わってくれ。七味だけだといいんだけど、柚子七味風味なのだ。柚子がね、結構、来てますね。柚子、七味。柚子、七味。感じ。そんなに柚子強くてなくていいよ。でも柚子ちゃんには自分は言っちゃうね。柚子ちゃん、そんなに来なくていいから、七味くんもうずっと来ていいよっていい。うん、本当に、うん。柚子ちゃんはね、多分子役なんだよね。子役だからちょっと売れようとね、売れようとしてるわ。七味はちょっと安定してきた、やっと。割と大御所、もう子役上がりの俳優で芸歴だけ長いっていう感じ。食べきった。なんで調子乗ってゆず七味味にしてしまったんよ。普通にサイドチキン買えばよかったの。自分さ、コンビニのゆで卵初めて買うかもしれん。それもゆで卵ってそんな好きじゃなくてさ、なんか、おばあちゃんが、なんか朝にゆで卵食べててめっちゃ臭かったの、口が。まあ、それだから嫌いってわけじゃないんだけど、普通にそんなに好きじゃなかったね。聞いてくれる？最近ってか、まあ、昨日からさ、あ、ゆで卵ってこれね、これか。
あ、これね、ゆで卵って。自分めちゃくちゃゆで卵のことを勘違いしてました。生たゆで卵だと思ってた。どうやって食べるの？あ、違う、これ温泉卵だ。温泉卵のこと勘違い。どうやって食べるの？本当に。だからすごい。どうやって食べるの？剥きながら話してやろうと思ったのにさ。話せないよ。多分、こぼれるよね、これ。え、こぼれるじゃんね。どうやって食べるの？ちょっともうわからん。食べ方がわからん。ゆで卵含んの。だってここに一旦置いて、ここにタレがあるからタレはつけろっていうことやと思うから、とりあえずタレはつけさせていただきますと。あかねんだマジで本当に。よ、なんでなんだよマジで本当に。もういくよ。うんうんうん、うん。うん。うん。美味しかった。美味しい。あ、ゆで卵。うん。生卵。うん。美味しかった。こういう味なんだ。生卵。ゆで卵。あ、違う。温泉卵。難しい。もう卵の種類ありすぎなんだよな。もう一人倒立しろ。はい。次は、本題のこれさんですね。てか、マジで本当に話したいことがあるのに、全然話せなくて、本当に困ってます、今。ああ、すっげえ。てかね、これ、キュウリがないやつをわざわざ探したんだよね。キュウリ嫌いだから。セブンイレブンにはね、ほとんどキュウリ入ってて、ファミリーマートはキュウリが入ってないということで、本当にね、最高くんで、嬉しいくんだから、ありがとうくんなんですよ。あ、なんかすっごい、なんか表参道に住んでんのかなって思い出してきた、自分。表参道だと思う。ごめんね、みんななんか。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ちょっとそんなにさ、え、こいつ埋めたらいいな、とか。うまいね。羨ましがらないで。そのほうがどうでもよくて、ほら見て、はい。え、オッケー。そんなのどうでもよくて。もうね、なんでじゃあまず今日お前は起きてるんだっていう話をまずはしたいと思います。本当に今すっごく、病んでます。待って、本当に見えます？病んでるように。めちゃくちゃ病んでるんだよね、こう見えても。なんか、いや、昨日からなんだけど、自分さ、めちゃくちゃ半年に一回めちゃくちゃ病む日が来る。もう半年に一回生理が来るんよ、なんか知らんけど。もうさ、もう本当にさ、それが昨日だったんよね。でも起きた瞬間から、うわ、え、何だ、これはやばい、ダメだと思ったんやんか。だってそういう日に限って全く誰からも何が来なかった。でも自分からさ、いや今日めちゃくちゃ病んでるわって言えんから、なんか自分なんか病んでるアピするやつちょっと嫌いなんよ。だから自分がそうなりたくないからさ、一緒病んどんやけどって自分から LINE ができんの。なんかLINE しとる会話の中でちょっとさらっとしれーと言うならできるんやけど、その自分から病んでるんだよね、病んでるんだけど、病んでるから話してみたいな、会話をできないんよ。昨日全く本当に一回も携帯が鳴らなかった。LINE が鳴らなかった。本当に10回は見たら何も通じになってないのに、10回見たけど本当に何もなくて、でもこれはダメだって思って夜の10時ぐらいに送ったん、友達に。やばい、本当にバッド入ったって。てかさ、もう全然話すれるよ。またバットってさ、東京弁、標準語と バット入ったって。大学入ってからさ、みんななんかバット入ったってみんな言い出したんだけど、バット入ったって標準語？岡山で多分言わんよね、バット入ったって。やんだやんだって言うよね。そんなに英語使いたがる東京の人って。てか、まあ、そのどうでもよくて、バット入ったんだがってみんな言っとった。ちょ、食べていい？そろそろ。ちょ、一回食べるね。あのドレッシングも美味しいわ。遠くに日本を感じる野菜だ。で、バット入ったって言って、で、それちょっと話して、で、それもさ、10時ぐらいだったからさ、まあもう12時、1時とかになったわけよ。12時、1時とかになったらさ、その話しとった友達も寝るわけだから、おやすみとか別に言ってないけど、まあ普通に寝たいよ、相手が。でも自分はさ、こっちからバットに入ってるわけ、半年に一度の。半年に一度の生理来てるわけよ。だからマジで寝れんくて、まあいつも寝てないから、まあ、眠たくはなかったよな。で、5時ぐらいになって、あ、やばい、眠たいって思ったんよ。眠たいって思ったけど、寝たらさ、まあ、8時間、7時間寝るわけじゃん。そしたら多分もっとなんか明日やばくなるかなって思って、なんか、何もしないわけじゃないか。夕方まで5時間、7時間も寝たら。だからそれもなんかさ、もう、なんか1日充実してなさすぎて、あれかなって思って、なんか寝れなくて、今だよね。俺、友達もバット入ったって言ったら、え、足立バット入るの半年に一回じゃん。珍しいねって言われたから、明日会おうかみたいなの言われて、本当に、
ちょっとこっちでハード作ったんです。ラブです。こっちはちょっとね、ラブです。なってました。原因もな、よくわからんのよな、半年に一回この入るやつって。多分今回はなんとなくわからん。今回はなんか、最近ドラマ見とって暇すぎて、ドラマの中の世界と自分の今置かれてる日常の状況が、マジで真逆ってかもう、遠すぎなんていうんかな。もうドラマの中でもキラキラしてるわけよ、みんな、人々が。でも自分はこんな何、まだ毎週、部屋で、何してんの自分ってなって。でそれでバット入ったのに、多分ね。で、マジで、ほんと、6月の自分のカレンダーで予定を見せてあげるから、見てこれ。あ、白って思うよね、ほんとに。じゃあ5月はね、割と予定あったんよな。いろいろお忙しかったの、5月は。6月は、マジで何もなくてさ、ちょっとなんか、カレンダー見るだけで、病むんだよね。もう何もないじゃん、今月ってなって。あと、それも、その、見とったドラマも、とこのかけ離れとるっていうのもあるし、その見とったドラマが最終回まで行って、でもそのドラマロスしとる、そのドラマロスしとるのもある。ここ最近の楽しみがそのドラマを見るしかなかったな。そのドラマ見るって言っても3日で見終わったんだけど、うん。なんかおすすめのドラマとか映画とかあったらコメント欄で教えてください。それで自分は元気を取り戻したいです。あ、でも日本のあの高校生の映画、高校生の恋愛とか青春ドラマ、映画とか絶対に見ねえから、それは送らなくていいからだな。マジで大学生になってからマジで高校生の青春ドラマ映画が全く見れなくなったの。もうなんか憧れ、なんか自分がやってこなかったことを全てやってやがるぜ。やりたかったなって、もう絶対戻れんやんか。高校生だったらさ、まあ、こんなことやってないなって思ってもやれるじゃん。まあいや、頑張れば。もう大学生になった今、やりたいなと思っても絶対できないわけよ。だから本当に送らないでください、そういうドラマ映画は。やばい、ちゃんと混ぜてなさすぎて下の方全然ドレッシングいってないわ。このご飯なんだっけ、このなんか小豆ご飯みたいな、絶対違うくらいや。何、玄米米みたいな、わかんないや。てかこの朝ごはん何円したと思う？1000円。朝ごはんで1000円ってどういうこと？え、多分食べ過ぎない。本当にみんなこれだけでいいんよ。で、食べ過ぎだって、マジで。本当に、マジで食べ過ぎ。マジで食べ過ぎ、本当に。本当に。マジで食べないだよ。本当に食べないからね、今日は。もう本当に。お願いします。うん。戻した。暗くね、今日。まあ、いいか。暗いよね。まあ、いいか。でも、時々、Get Ready With Me 出すじゃないですか。なんか前回の動画まで Get Ready With Me なんですけど、Get Ready With Me を出すタイミングって、マジで自分が率先して Get Ready With Me を撮ろうって思ったことはマジで一回もないんだよ。Get Ready With Me を出してるときはいつもなんか友達、リアルの友達から、大学の友達とか高校の友達から Get Ready With Me やってよみたいな言われて、自分はやっとんよ。でも、ゲットリーウィズミーモーニングルーティーンとかって、全く再生数伸びないんだよ。なんでだ？なんでだ？どういうこと？別に、絶対にリアルの友達はもう言ってくれない。ゲットリーウィズミーやってって、本当に言ってこないで。もうめんどくさいの、マジで。朝忙しい時間に、動画撮るのって。めんどくさい。時々さ、コメント欄とかでさ、絶対私くん YouTube 伸びそうな気がする、みたいなコメント、時々来るんだけど、マジで伸びてねえんだ。本当に申し訳ない、何かが。本当に申し訳ない。これでも頑張ってるつもりなんだ。暗いよね、絶対。こっち向いたら明るいけど。まあいいけどね。待って、そろそろ動画素材さえ。そろそろ動画素材が30分超えちゃうから、編集するときに足立くんがなんで30分以上あんの素材って。ちょっと怒るから、そろそろ動画終わっていいかな。食べかけなんだけど。自分は目覚ましテレビを見ながら食べます。7時35分です。今日は朝ごはんを皆さんと一緒に食べました。夜ごはんかもしれませんし、昼ごはんかもしれません。もしかしたら3時のやつかもしれませんね。耳かゆすぎて怖いんだけど、なんでこの耳かゆいん？ということで、高評価とチャンネル登録でよかったらコメントお願いします。あたしくん絶対伸びる気がするって言ってる方のために、友達におすすめしてくれたら嬉しいです。ということで、高評価とチャンネル登録お願いました。バイバーイ。良い一日を！良い休日を！良い明日、頑張れ！バイバイ。